こんにちは、ひとひかりです。今日はね、視聴者様からプレゼントが届きました。ありがとうございます。これをね、開封してハムちゃんのケージの掃除をしようと思いますね。いつもね、Amazon の欲しいものリスト経由で送ってもらってるんですけど、本当にありがたいですね。ありがとうございます。めちゃめちゃね、プレゼントいただいて本当に飼い主は嬉しいです。じゃん。おお、柔心地ですね。ありがとうございます。柔心地が一つ入ってました。ありがとうございます。柔心地ね、高級有価材で、これ400グラムでね、600円もするんですよね。めちゃめちゃ高級有価材で、もんちゃんのケージに使ってるんですけどね、ケチりながら本当に嬉しいです。ありがとうございます。早速ね、これ使ってもんちゃんのケージの掃除はしたから、なんか床材マシマシにしてあげようかなと思いますね。で、ランちゃんのケージを掃除して、ブーちゃんのケージも丸洗いしてっていう形でやっていこうかなと思います。伝票に書いてあるメッセージを見ますね。心ばかりではありますが、どうぞお受け取りください。グレイスと金熊の琥珀、グレイスと金熊の琥珀さんからいただきましたね。ありがとうございます。嬉しいですね。申し訳ないですけど嬉しいです。ありがとうございます。この柔心地ね、高級床材使う、大切に使わせていただきます。軽くもんちゃんのケージをメンテナンスしたいと思います。ちょいちょいね、掃除してるんで、丸っきし全特会っていうのは最近してないですね。ちょっとずつちょっとずつ綺麗にしてって循環させてますね。もんちゃんが起きてきましたね。カキカキして飼い主に捨てられないように抗ってますね。なんか耳の横が濡れてるというか、何かが固まった跡がありますね。ちょっと柔心地を追加してあげたいと思います。こうやって新品の柔心地をね、こっちにも上にもね、かけてあげようかな。保温効果が高まるかもしれない。こうやってほぐしてあげて、でね、こういう風に手前の床材を奥にやって、だましだまし節約してます。かわいいですね。ご飯あげますか。パイナップルあげたいと思います。ドライパイナップル持って帰る。持って帰っちゃいましたね。ここにはまってます。本当は持って帰ろうとしたけど、大きさ的に入らなかったみたい。最近もんちゃん持って帰るようになっちゃいましたね。引きこもりだし、飼い主が嫌いなんですね。ちょっと顔見せて、こうやって見ちゃった。はい。ほっぺパンパンだと太って見えますね。太ったのかな。あ、やめちゃいましたね。飼い主が無理やり方向転換しちゃったから。ごめんね。もう嫌みたいですね。脱走はするけど、ご飯はいらないのかな。なんか今日耳の横が固まってますね。何か帰ってきました。プリプリして。次はランちゃんのケージを全特化しちゃいたいと思います。テナフもね、なんだかんだ使ってくれてるみたいですね。ここにお家みたいになってます。ここかな。いましたね。飼い主が作ったケナフドームに入ってました。ぬくぬくでね、過ごしてたとこ悪いけど、ちょっと移動してもらってここに待機してもらいます。床材とか砂とかご飯とか、メンバーシップのお金で買わせていただいてるんですけど、この間ね、カインズで紙の床材買おうと思ったら、間違えてね、木の床材を
大量に買ってしまって、なんか今までの流れでぼーっとしてたらね、間違えて木の床材買っちゃって、あーって思いましたね。で、ランちゃんを戻します。清潔になったね、お家でのびのびと。お、下下可愛いですよね、本当に。砂浴び、ご飯あげましょうね。のんちゃんが食べ残したパイナップルをあげたいんですけど、来るかな。あ、また砂浴びして全然気づかない。あ、気づいた。やめろ、はい、かわいいですね。なんか今日よりまん丸になってる気がしますね。なんでだろう、やっぱほっぺパンパンなのか、太ったのか、毛がモフモフしてるのか。横から見てもね、球体ですよね、このフォルム。素晴らしいフォルムしてますね。永遠に食べてそうなんで、次はブーちゃんのケージの掃除したいと思います。ブーちゃんはね、ケージの丸洗いが必要なので、急いでね、やりたいと思います。あそこにいましたね、もごもごしてます。全然家じゃないところに寝てましたね。ちょっと出てきてもらって。最近毛並みの調子いいですね。やっぱり潜ってるからか、ふわふわしてますね。捕獲しました。じゃあね、丸洗いしちゃいたいと思います。かわいい。こんな感じでどうかな。あとは回し車を置いて完成って感じで。ブーちゃんね、足の毛がなくなってたんですよね。なんかね、アレルギーかなと思って、うーんと思ってたんですけど、念のため髪の床材に変えて2ヶ月ぐらい経ったんですよね。そしたらね、わかりにくいと思うけど、うっすら生えてるんですよね。昔より増えたかなって感じですね。ちょっと肉眼じゃなきゃわかんないと思うんだけど、またね、詳しい動画は出したいと思いますね。もうちょっとドアップで。視聴者様にね、髪の床材たくさん送っていただいて、ブーちゃんのね、足の毛も生やすことができたんで、本当に視聴者様には感謝しかないですね。ありがとうございます。いつも、ね、皆さんに支えてもらってキヌハムは存在してるので、本当に嬉しいですね。はい、あ、ごめん、はいはいはい、違う。おお、食べてくれましたね、よかったです。わかるかな、この角度なら足の毛の具合が若干ね、前より白くなってますよね。全体的に白い毛が生えてるんで白く見えるんですけど、昔はもうちょっとね、真っ赤だった気がするんですよね。って言っても気持ちの問題なのかな、生えてる気もするんですけどね、生えてない気もするっていう。うん、まあ気長に待ちたいと思いますね。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。視聴者様に柔心地をいただいて、ハムスターのケージの掃除をしました。ご視聴ありがとうございました。